はい、どうもおっちゃーです。今日はね、ローテーション的にね、芯を使っていこうと思います。せっかくね、回が20段になったんで回を使いたいんですけど、まあまあ最近ね、芯の動画全然上げてなかったんで、今日はね、芯を使っていこうと思います。はい、で対戦相手いないんでね、多分カットすると思います。で、ライブとかの話なんですけど、まあ、土曜日ね、やるとか言って結局やらなくてね、申し訳なかったですね。まあ、なんだろうな、俺以外にも結構配信してる方いるから、なんだろう、あんま俺にやっても需要ないのかなって思ってるんですけどね。まあ、皆さん的にはどうなんでしょうかね。ライブやっぱやった方がいいんですかね。まあなんかね、そういう、まあ、ちょっとした考えみたいなのがあってね、まあ、ライブやってなかったりするんですけど、なんだろう、やっぱライブやった方がいいのかな。まあね、一応ライブやるとね、来てくれる方はまあまあいますし、まあそういう人のためにもね、やろうとは思うんですけど、まあ、割とねリアルの方忙しかったりしてね、まあできなかったりとか多いんで、なんか毎週何曜日かに絶対やるとか、そういうのを決めようかなって思います。まあそれはね、まだ決めてないんであれなんですけど、まあ今度決めたらね、まあ、動画なり生放送なりで言おうと思いますんで、はい、まあ、そしたらね、まあ、ぜひ皆さん来てください。はい、でまあ多分ね、この動画上げる日生放送すると思います。もうこれは絶対やります。なんで、この動画上げる日明日だから、12日の、まあ、7時に多分上がってると思うんですけど、まあ、12日のね、夜9時とか10時とかそこら辺にやろうと思いますんでね。まあ、時間が合う方いたらね、来てくださいということで、はい、まあ、長話してね、申し訳なかったですということで、カットします。はい、ということで、野良犬さん、18歳の方ですね。これもしかしたらカットしないかも、カットしますって言ってからすぐ来たんで、まあ、カットしないかもしれないです、わかんないです、そこら辺は。よし、まあ、あと結構言い訳になっちゃうんですけど、最近シーンあんまいじってなかったんで、もしかしたら結構ひどいあれになるかもしれない。ほんと最近ずっと貝ばっかりいじってたんですよね。おお、取ってくる、すごい。俺それ立てないんだよね。反応がいいな、この方。いて、いや、ダメなのか、それ。ああ、ずっとぶっぱしてくるな、これ。分かったわ。おう、バックステイ。あ、なんかこの人あれかもしんない、割とうまい方かも。これね、相打ちになったのとか久しぶりだな。普通は負けるはずなんですよ、いっぱいにね。しかし一回マイパン対空してくる、マイパン対空してくる方にはね、 JHS が割と、あ、やべ、 JHS がね、割とマイパンには勝てるんですよね。あ、多分俺の肉ゲージ見てるな、相手。やべえ、長え赤キャンからの殺し気ですね。いや、このガンなかなか強いわ。なんか芯17段に落ちそうだな。もうちょっとちゃんとやんないとな。もうちょっと芯も練習しておきます。多分これは負けると思います。いやー、これ痛いやつ。あー、やばいな。うわ、中段しっかり立ってくるな。さあ、この火力である。やべ、いや、今さ、前パン出したんだけどな。うわ、そこでもパナしてくるか。いや、じゃあつか前パンに負けんのってか、あれか、8000負けか、多分。うん、ちょっとあれだな、牽制でピークパナしすぎているような気がするんで、もうちょっと抑えて、演出とかやっぱ、しっかり通常技で振っていかないと、そこ、かられてる気がするんだよな。
まあ、シンは到底20段の方が無理だと思いますね。うん、17段に落ちる気がする。バックステじゃなかったけど、なんか知らないけど当たってくれた。結構あれですね、昇竜対空とかしてくるから、なんつうんだろう、ストファイみたいな。はい、まだ悪い癖。スタンエッジ昇竜ですよね。本当当たってくるな。前パンが出なかった。反応がちょっと悪いっすね。投げだと思って暴れたんだけどな。あ、デッドアングルが出なかった。よし、危ない危ない。なんだろうな、なんかもう普通に負けする。今のはあれっすね、おそらく俺が ANS とか 2S とかでやってくるから、それを見のせばですね。崩しのせばというより置きのせばって感じ。スタンエッジダメだ。サバーソガードされて、オッケー、これチャンス。さあゲージ全部使わせたぞ。スタンエッジ、いや何やってんだ俺、バカだな。さあセバーで取られていく。ちょっとな、なんだろうな、圧倒的にまず立ち回りで負けている。そこがまず全てなんだよね。いやマジでダス当たってくるな。この人マジで反応がいい。なんかこれサバカ臭いよね。サブ、サバカ赤じゃなくて、キャラ。うわ、読まれてる。なんかそんな気がしたんだよな。暴れちゃった、投げかと思った。死んだ。うまい、うまいわこの人。てか俺が芯下手だわ。はい、ということで、こんな感じの動画になりました。芯はもうちょっとダメですね。なんかもう動画化しない方がいいかな。芯のいらないかなこれ。なんかそこら辺まで考えるレベルで下手くそになっちゃった。ということで、まあ一応芯もちゃんと上げていこうかな。ということでね、はい、ということでもう何回も言いましたけど、今回の動画ね、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。